皆さんこんにちは。作曲家の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2019年1月7日月曜日、今日の通話の言葉は現実を動かす言葉のエネルギー、現実を動かす言葉のエネルギー。そして今日の BGM、 今流れておりますが環境アニメ映画マザー最後の少女イブ、この音楽を担当しました。その組曲の中から今日は両親との再会をお送りしています。人類が破滅に向かうその警鐘を与えるストーリーでもありますが、今の人類の、祖先の描いたものですね。遥か彼方遠い宇宙の星から、人間が魂がやってきて、そして地球に降り立った時、周りにはネアンデルタール人がいたという、そういうストーリーなんですが、このアニメ映画をもう見ることはなかなかできませんけれども、この音楽を聴いてですね、手に取ってじっくりと聴いていただければと思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。